ハミルトン公爵及び初代セルカーク伯爵、ウィリアム・ダグラス・ハミルトンは、スコットランドの貴族、政治家。1634年12月24日、スコットランド貴族の初代ダグラス公爵、ウィリアム・ダグラスとその後妻メアリーの間の長男として生まれる。1646年8月4日に、スコットランド貴族爵位セルカーク伯爵と、ダーショート教に助された。 この借位は当初、ダグラスの名を受け継ぐ、男性相続人を継承者とする借位だった。1656年4月29日に、初代ハミルトン公爵、ジェームズ・ハミルトンの娘である、第三代ハミルトン女公爵アン・ハミルトンと結婚した。1660年9月20日にダグラス・ハミルトンと、改正の上、一代限りで、ハミルトン公爵、クライズデール公爵、 アラン・ラナーク・セルカーク伯爵、エーベン・マーチェン・シャーポルイ・コールダー教の爵位を与えられた。1682年9月25日にガーター勲章を受勲した。1688年10月6日にはノボダマスに基づいてセルカーク伯爵くらいとダーアショート教位について国王に返還し、次男チャールズ・ダグラスに再度与えられた。 ノボダマスにより、セルカーク白尺クらいとダーショート脅威は変則的な継承方法の尺位となった。1689年から1690年にかけてと1692年から1693年にかけてスコットランド議会国王代理を務め、また1692年から1694年にかけてはスコットランド海軍司令長官。 1693年から1694年にかけては民事上訴裁判所特別判事を務めた。1694年4月18日に死去した。ハミルトン公爵以下の保有していた一代限りの爵位は彼の死と共に消滅した。1656年4月29日に初代ハミルトン公爵、ジェームズ・ハミルトンの娘である。 第3代ハミルトン女皇尺案ハミルトンと結婚し、彼女との間に以下の7男4女の11子を設けた。ありがとうございます。